ガラ,ララクラシックは2012年4月1日より2021年3月26日まで NHK 教育テレビジョンで放送されていたクラシック音楽番組。2013年度より字幕放送実施。クラシック初心者にもわかりやすく楽しめるように演奏家作曲家音楽の舞台となった。 街などにスポットを当ててテーマとして取り上げられた作曲家や楽曲に関係があるようなないような俳優、芸人、アイドルといったゲストと一緒に民放のバラエティ番組のようなテイストでクラシックの魅力を探る。2011年12月25日にパイロット版を放送。2012年度より約32年続いたクラシック音楽番組 N 響アワーの後、 番組として、日曜日の21時より1時間枠でスタートしたと、題して、NHK 公共楽団の演奏会の中継のほか、過去に行われた演奏のライブラリー紹介も行われた。2013年度より、同時間帯にクラシック音楽館がスタートし、放送曜日が土曜日に変更され、放送時間も21時30分から22時までの30分枠となった。 2017年度より同じく NHKE テレで放送されている噂の保護社会と入れ替わる形で放送曜日が土曜日から金曜日へ変更になったほか司会やナレーションなどが大幅にリニューアルされたまた番組で紹介された名曲を生演奏で楽しんでもらうことを目的にラララクラシックコンサートを開催している稲垣五郎は欠かさずに見る テレビ番組はという質問に本番組を挙げている。2021年3月をもって9年間の歴史に幕を閉じた。E テレのクラシック音楽番組の系譜は木曜22時代に立ち上げられるクラシック TV に継承された。日本標準時、ありがとうございます。